舞鶴公園は、京都府舞鶴市の田辺城跡地にある公園。田辺城公園と呼ばれることもある。田辺城の本丸及び二の丸の藩主邸の庭園に相当する。19,800平方メートルは、田辺城市として舞鶴市指定文化財となっている。JR 西日本及び京都単語鉄道の西舞鶴駅から徒歩7分。戦国時代には、 織田信長の命によって一色紙を滅ぼして丹後国を平定した細川雄斎が田辺城を築いた。今日では桜の名所として知られる本丸跡であるが、百本の桜は丹後田辺藩の旧藩士によって植えられたとされている。園内の庭園は幕末に新酒園と名付けられており、脇には雄斎の花火碑が建てられている。 1940年には、実業家の有本国蔵から寄付を受け、西北宮の石垣の上に、田辺城の墨やぐらが復元され、明古立と名付けられた。明古立では、糸井文庫の西系資料を展示している。太平洋戦争時には、空襲を避けるために、明彩色で塗られ、戦後もしばらくは、明彩の塗装が残っていた。1992年には、 田辺不死の図をもとに城門が復元され、その2階は田辺城資料館となっているが、復元された城門の規模が大きすぎるとして、疑問も訂せられている。田辺城資料館の展示は、歴代の城主たち、妖怪の地に築かれた田辺城、城下町の賑わい、田辺城を掘る発掘調査、牧野親ゆりかの甲冑、祭りを楽しむ、人々の6つのエリアに分かれており、 290年に及ぶ田辺城の歴史や暮らしをパネルや模型で紹介している。江戸時代の城下町を再現したリアルなジオラマからは人々の生活の匂いを感じさせられる。舞鶴市における歴史資料館には舞鶴西総合会館の1階にある舞鶴市郷土資料館舞鶴ふるさと発見館もある。ありがとうございます。